リブレット、リブレット、リブレット、複数、リブレティは、オペラ、オペレッタ、仮面劇、マスク教会及び世俗オラトリオ、カンタータ、ミュージカル、バレエといった、長時間にわたる音楽作品で使われるキスト、つまり、台本のこと。リブレットはイタリア語で、リーブロー、本に、指障子をつけた、派生語である。リブレットには、すべての歌詞ととがきが含まれる。さらにこの言葉は、 ミサ、レクイエム、教会カンタータといった、天礼作品の歌詞を指すこともある。17世紀、18世紀のオペラ、オラトリオ、カンタータの台本、歌詞は、普通、作曲家とは別の人間が書いていて、それも巧妙な詩人であることが多かった。リブレット作者、リブレティスト、リブレティストの中でも、最も有名だった一人が、ピエトロ・メタスタージオで、 大勢の作曲家がその歌詞に曲をつけている。他には、モーツァルト、三つのオペラをはじめとする多くの作曲家に、台本を提供した、ロレンツォ・ダ・ポンテがいる。19世紀では、ウジェーヌ・スクリーブが有名で、マヤ・ベイ・アート長きにわたって共作したほか、オーベール、ベッディーニ、ドニゼティ、ロッシーニ、ベルディに台本を提供した。とのコンビも、ジャック・オフェンバック、ジュール・マスネ、 ジョルジュ・ヴィゼイラのために多数のオペラ、オペレッタの台本を書いた。アッリー・ゴボーイとはベルディやア,アミルカレ・ポンキエッリラのための台本も書いたが、自身でも2作のオペラを自身の台本に作曲した。台本、歌詞は常に音楽の前に書かれるわけではない。例えば、グリンカー、セローフ、リムスキーイコール・コルサコフ、プッチーニ、マスカーニといった。 作曲家たちはまず歌詞のない学説を書き、後から台本作家たちが歌の旋律に詞を当てはめた。これは20世紀アメリカのポピュラー音楽でも行われていて、例えばリチャード・ロジャースとローレンツ・ハートのコンビがそうだった。しかし、後にロジャースがオスカー・ハマースタイン二世と組んだ時、ロジャースハマースタインは詞が先に書かれるのが普通だった。作曲家の中には、 自分で台本を書く者もいた。その中でも有名なのが、ドイツの伝説や歴史をもとに、女子史的主題とした、オペラ、学劇の台本を書いたリハルトワーグナーである。アルベルトロルツィングや、アルノルト・シェーン・ベルクらも同様である。また、アルバン・ベルクも、ゲオルク・ビューヒナーの劇曲、ボイチェックをもとに、オペラ、ボチェックの台本やフラン・ベーデキンと原作の、ルルを自分で書いた。 時には作曲家と共同に近い形で台本が書かれることもある。リムスキーイコール、コルサコフと台本作家、ウラジー・ミルベルスキーの関係がそうである。ミュージカルでは音楽、ミュージック、歌詞、リリックス、セリフやトガきといった脚本、ブックをそれぞれ別の作家が書くこともあり得る。例えば、屋根の上のバイオリン弾きは作曲、作詞、脚本に分担されている。 またリヒャルト・シュトラウスの最後のオペラ、カプリッチョは、指揮者、クレメンス・クラウスとの共同作業でった。台本を作る過程での他の問題は、舞台や映画のセリフ劇と同じである。まず、テーマの選択や、提案の段階があり、それから、シナリオの形式で、本筋の草案が練られる。ブロードウェイミュージカルでは、試験工業を行うなどして、必要ならば改訂し、また、 上演場所の観客に合わせた変更も行われる。校舎の例では、例えば、ワーグナー、タンホイザーのオリジナル版、ドレスデン版、1845年が、パリ上演の時に改定、パリ版、1861年された。オペラの台本はその始まり、1600年頃から、陰文で書かれていて、それは19世紀まで続いた。セリフを含む音楽劇では、 歌詞の韻文とセリフが互い違いになるのが一般的だった。19世紀後期以降、三文、または自由詞で書くオペラ作曲家たちが現れた。例えば、ジョージ・ガーシュウィンのポーギーとベスのほとんどのレチタティーボは、都の夫妻が三文で書いた儀曲に曲をつけたものである。しかし、アリア、デュエット、二重賞、トリオ、ミエ賞、合唱は韻文で書かれた。 一方、ミュージカルの台本は、歌詞を除いて、大抵三文で書かれている。もしそのミュージカルが、戯曲からの本案である場合、セリフは、もともとあったものを借りてくる。オクラホマは、グリーングローザ・ライラックスの、回転木馬は、モルナ・ルフェレンツ、リリオムの、マイ・フェア・レディは、畜語的に、ジョージ・バーナード賞、ピグマリオンの、1954年版のミュージカルは、 ジェームス・マシュー・バリー、ピーター・パンのセリフをそれぞれ使っている。最初にイタリア語でオペラが書かれたことから18世紀を通じてヨーロッパではフランスを除いてイタリア語の使用がこのジャンルでは支配的だった。ロシアでは19世紀になってもサンクト・ペテルブルクにはイタリアオペラ一座があり、自国語ロシア語のレパートリーの出現を求められていた。 1800年以前の例外としては、ヘンリー・パーセルの諸作品、バロック期のハンブルクのドイツ語オペラ、18世紀には、バラトーオペラ、ジングシュピールなどがある。文学や歌と同様に、歌詞は多くの翻訳の問題、難問を抱えている。かつて、さらに現在もセリフのある、外国語の音楽劇、とりわけ喜劇は、歌のパートは、言語で、 セリフのパートはその土地の言葉で上演されることもあった。しかし、それはミュージカルやオペレッタを本当に理解できない人々に歌詞は重要なものではないという誤った考えを与えしまうことになった。ベティグレーブル、ドンアメチー、カルメン・ミランダといった役者の魅力を生かすように書かれたミュージカルならそう支障はないかもしれないが、消防とオズの魔法使い、マイ、フェアレディ、 回転木馬といった歌手が単に曲のおまけではなく、セリフと一つになって全体を構成し、筋に深く関わるようなミュージカルでは重大である。今日では、言語で歌うとき、翻訳を印刷して渡すか、映写することができるが、それでも、自国語で歌を聴きたいという欲求は残るだろう。上演の時に印刷された台本が売られることが一般的になり、それらは、 手書きの楽譜より現存しているが、18世紀後期のロンドンでさえ、台本作家に言及したレビューは稀で、ロレンツォ・ダ・ポンテは回想録の中でそのことを嘆いている。しかし、20世紀になった頃には、台本作家も重要な共作者として認識されるようになった。例えば、ギルバートサリバンがそうである。現在、オペラやオペレッタの作曲家の名前が宣伝のトップに、 来て、台本、作詞はその次に来るか、あるいは客中扱いされるのが普通であるが、例外もある。作曲は、バージル・トムソンでは、台本のガートルード・スタインの名前が、1906年。作曲は、アルベルト・フランケッティでは、原作者、戯曲で、台本作家のガブリエーレ・ダウンツヨの名前が、それぞれトップに記された。一方で、台本があまり出来が良くなくても、 素晴らしい音楽が付けられることによって、台本作家の名前が音楽史に残る場合もある。例えば、モーツァルトの台本作家がそうである。オペラにおいて、歌詞と音楽のどちらが重要かという問題は長い間議論されていて、リヒャルト・シトラウスのオペラ、カプリッチョでは、劇中で、その議論を扱っている。セリフ、歌詞、と書きといったテキストは、楽譜とは別に出版されるのが、 一般的だった、現在ほとんどのオペラの CD などにも、ブックレットとして付いている。フォーマットは様々で、パブリックドメインでのオペラの台本では、主要な曲の楽譜の抜粋が付いていたりする。一方、オペラの印刷された楽譜には、歌詞が付くことが自然である。しかし、印刷された台本にある歌詞と楽譜の歌詞が異なる場合もあり得る。台本にあった詞やフレーズの繰り返しなどである。 例えば、プッチーニ、トゥーランドットのアリア、誰も寝てはならぬは、台本では、トラマンテイト、ステレイ、オール、アルバ、ビンチェロとあるのに、楽譜では、トラマンテイト、ステレイ、トラマンテイト、ステレイ、オール、アルバ、ビンチェロ、ビンチェロ、ビンチェロ、と変えられている。現代のミュージカルでは、台本と楽譜は別々に出版されるが、脚本と詞歌詞、全歌詞。 ピアノ伴奏版、すべての音楽素材付き、セリフのタイミング付きなど、フォーマットが様々である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。